される。でもカズレンサー,ザーさん生放送やってるじゃないですかいや生放送は多分やってないんなんか配信であの質問に答えるやつあれ生配信だと思うんですけどあもう正直自分でやってないんで何もわかんないですよね <laughs> あそうなんですか、はい、なんかでも別になんかそんなに難しくないじゃないですかあ覚える気がない的なそうですね <laughs> あのまあ言ったらもう僕個人でやってるわけじゃないからなんかどうやってるのかもいまいち分かってないですよねあんま IT は興味ないんです好きっちゃ好きなんですけどなんかあんまり動画配信とかはえ、うん、だって物覚めちゃくちゃいいじゃないですかあ 覚だからなんかちょっとマニュアルとか読むのめちゃめちゃ好きなんですよ。<laughs> あじゃあもう本当に興味ないですね配信的なものとかに。今日も来たらもう全部用意していただいたから何も苦労なくこう始まっちゃったからはい、はい、苦労しないとやっぱ覚えないですね <laughs> 人間は <laughs>、まあ。単純に覚える気がないってことだと思うんです。まだ多分そこまで入ってないんですよ熱が。<laughs> えでもなんか一応なんかクイズ系オンラインサロンとかやってるじゃないですか。はいはいはい。だからなんか IT 系はそれなりになんか売り上げが上がることをしてるので興味があるのかなと思っも 本当のクイズ好きにズーム配信してるだけなんで、<ー>なんかそこから何かに転がってるって感じでも全然ないですね。あれ、えー、はじゃあ、<laughs> じゃあビジネスとしてやってるというより、クイズ好きが集まって面白いれでもう、別にそれでいいやって感じなんですか,もうなんかこれ結構もう完結してますね、多分すぐ、ね、熱冷めちゃうんでしょうね、だからこれ以上やったら頑張んなきゃいけないってなった時に、<laughs> えー、なんかうわ、頑張るんだってなったら熱が冷めるタイプというか、はいはい、なんかカズレーザーさんその、あんまりその感情の起伏作らないめめちゃめちゃゃ感情豊かですよ。 <laughs> いやだから今なんかあの無理して頑張ってる感は出てるんですけど <laughs> いやか楽しいとこうなるんですけど多分楽しくない時が多いと思う単純にそうなんですかあじゃあもう楽しくない時は淡々と作業として番組出てらっしゃる <laughs> あのそうですねコメンテーターのお仕事とかって楽しいわけじゃないじゃないですか <laughs> あ、まあ、まあまあ聞かれたこと答えるしみたいな <laughs>、はい、だから結構興味なかったらあの多分俺顔に出ちゃってるんでしょうねそこを隠そうとはしないんですか <laughs>、うん、うん隠せなないんんんででしょううね毎年1月1日に目標とか立てるタイプなんですけど、うん うん、今年はなるべく角が立たないように過ごすみたいなの <laughs> 毎年好きなんですけど全然ダメですね。でもえ毛は立てない方がいいと思ってらっしゃる。い丸くなった方がいいんだろうななんか楽しくヘラヘラしたいんですよ単純に。<ー>でもなんかこれって仲いい人だからヘラヘラしたいんだなって思ったら仲良くない人と喋ってる時ヘラヘラやっぱあんまできないんですよね。え、うん、でもなんかその話がの内容が面白ければ別に楽しいってならないんですよ、はい。あなるなります。でもなんか友達と仲良くしている時に比べるとそんなに楽しくないなみたいな。そうなんですよね。あその人に興味がないと全然。 下手くそなんですよそれを盛り上げるのが <laughs> やっぱ芸能界そんな向いてない気が若干するんですけどいや、向いてないと思いますよやっぱ芸能界ってなんかダメな人だったらなんとかなるダメな人の受け皿としてなんか存在してた気がするんですけどあ、なんかちょっと前までそうだと思うんですけど、はい、最近の芸能界ってそのなんかニュース番組でコメントをしたりとか、はい、あと貧困法制でいなければならないとか、はい、なんか結構厳しくないですか、はい、多分なんですけどテレビだけでビジネスが完結しなくなっ 来たかからじゃないですかねあ前はテレビが完結してテレビの中のことはテレビの中の世界だからおかしなことが起きてもまあ現実関係ないよねだったのにはい、はい、その後なんか最近だとそのスポーツニュースを騒がせたりして何かと面倒なことになるみたいな、はい、でなんかその外側にもなんか言ったら金の匂いがするからそっちも向いてたら結局まあリスクない方にちゃんとしてた方がいいんじゃないのかなっていう人が多いんじゃないかなと思いますね